こんにちはからこんばんはに変わりそうな、10月8日、日曜日柴又にやってきました。こちら柴又地区センター、全然柴又感がないですけども、チャーンチャララララララチャララ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 ラ、柴又葛飾区柴又地区センターですね。何しに来たかっていうと、マイナンバーカードを作ろうかと思って、来ました。立石越えて青戸越えて高砂越えて今着いたところですね。で会場に入ります。ここの1階でなんかいろいろ教えてくれるっていうことで、なんか私1ヶ月ぐらい前にネットで、年金のこととか調べようと思ったら、なんだかよく分かんなくて、マイナンバーカード作んないと面倒なんだなっていうのが、分かって、それで、なんか書類が届いたんですけど、またちょっとね、平日しか受け取りができないとか、なんかいろいろなってて、予約がうんぬんで、で、なんか面倒だなと適当に眺めてて、その後、家のポストに、マイナンバーカードのなんか講習会みたいのをやってますよっていうのが入ってたんで、今ちょっと3連休の真ん中の日の夕方なんですけど、ちょっと来てみました。なんかあのちょっと地区センターの方が出てきたので一旦切ります。はい、今ちょっとお話だけ伺ってきたら、私の方の申請状況は特に問題なくネットで全部済んでるんで、あと受け取るだけで、なんかね、受け取りの日付の例っていう記載が全然祝日とか休日とかがなかったんで、ここまで私来たんですよね。なんかすぐここだといろいろ便利なのかなと思ったら、ここは単に本当にまだ何もしてない人が来るというところでした。とりあえず、全く柴又感がないですけれども、とりあえず帰ります。この動画はどうやって締めるかというと、柴又なんで、ワークスペースに戻って、男はつらいよの弾き語りをしてショート動画にするということで、全然柴又感ないですね。大弱点も近いし、沢井先生の、直弟子の、高木浩二先生の登場もすぐ近くなんですけども、ご挨拶してもいるかいないか分かんないんで、とりあえず帰ります。バイバイ、後ほど。ハロー YouTube、先ほど柴又まで行ってきまして、戻りました。とはいえ、途中ですね、柴又から帰り、ちょっと柴又の帝釈天とか本当はね、いろいろ撮ろうかと思ったんですけど、映像に雨が降ってきちゃって、傘を差しながら自転車こいで帰ってきちゃいました。とはいえ家の方近くなってきたら雨が止んで、図書館に寄ったりなんやかんや買い物をしたりして、またキャベツを買って、たりとかね、キャベツの他の野菜とかも買ったりとかして、今ね8時半になっちゃって夜の、
3連休真ん中の日曜日、要するに3連休がもう半分以上過ぎちゃったところで、ちょっと焦りが、つまらない焦りが出てきてて、キャベツ1キロ食べる企画は今日は、ちょっとお預けで、明日にでもできればやりますね。キャベツね、これ石塚園さん、今日なんかね、夕方もまだ250円のキャベツしかなくて、これはもっとうちの近くのビッグ A のスーパービッグ A ですね、そこで、なんか何日か前に98円でたくさん売ってるの見たんで、あれまだあるかなと思って行ったら、それはなくて150円ぐらいかな。これを買ってきました。ちなみに今日ももう昼には一玉くらいキャベツ食べてますね。他の野菜もたくさん食べましたけど、それでもお腹がたくさん空いてしまうというね。さっきちょっと図書館に入る前にいろんな甘いものを久しぶりに食べて、図書館の食べてもいいスペースでなんかバクバク食べちゃいました。たまにはね、全然 OK ですわ。なんか食欲の秋なんですかね、体がちょっと虚脱感プラスすぐお腹すくっていうね、状況になっちゃってた。で、さっき柴又で、柴又だったんですけど、全然柴又感のない、柴又地区センターに、マイナンバーカードを作りに行ったというのの、まあ私はあそこに行く必要なかったっていうのが分かったっていう、それだけのことになっちゃって、それでとりあえず戻ってきまして、今日はねもうね、ギターの練習をちょろっとして、このあと、マーベル、MCU ですね、マーベルシネマティックユニバースじゃなくて、いいのか MC ロキの、シーズン2の配信が今週から始まってるはずなので、全然見てないので、情報を、多分30分とかだと思うんで、それを見て、なるべく今日は簡単に食事を夜済まして、もう早く寝るっていうのを今この後の目標にしました。この動画配信はキャベツ、千切り1キロを食べながら番外編みたいな感じですけど、ギター練習はぶっつけ本番で、男はつらいよのあれ何、どうせおいらはヤクザな兄貴って、あれ弾き語りできるのかなって全然わかんないんですけど、ちょっとネットで調べて、やってみますね。葛飾区民としてできたらいいなっていう。だからどうしたっていうのですけれどもね、あとあれです、なんか YouTube でいつもね見てくださって、いろいろコメントもくださる方から、きっと明日はっていうアニソンなんですけど、邪魔女ドレミの初期の頃のエンディングテーマソング、これももう一回歌いたいなと思って、自分でコード譜を手書きで作ってたんですけど、探してたんですよね。で今ちょっと帰ってきてすぐにここにあるはずだと思ってわーって出てきたんですけど、1枚ねあったあったと思ったんですけど、これ本当に初期の頃作ったやつで、Bメロがなくて、なんかいまいちなんですよ。ちょっとこれだとダメだなって思って、でもまた探して、あるいはなかったらもう一回自分で手書きで書いたりとかして、明日はっていうやつですね。私のチャンネル内で、きっと明日はって検索してもらえれば聞けると思うんで、まあ下手っぴなアルペジオでやってますけどもね、聞いてください。
ということで、ちょっとね、今日はパッパと終わらせる、男はつらいよできるのかな、あの Google で男はつらいよコードって、あの楽曲のタイトルって本当はもしかしたら男はつらいよじゃないのかもしれないんですけども、男はつらいよコード、渥美清っていうアーティストで渥美清さん歌ってるんだよね、あれね、どうせおいらはって、確かにあの声はそうなんだね。でこれさ、今出したらさ、私生まれも育ちも葛飾柴又です、帝釈天で産舞を使いっていう、最初あの語りから始まるところにコードがついてるんだけど、そうなるといきなり難しいよね。では練習しましょう。ヤマハの FG850、 もしかしたら FG650 説もあるんですけど、あの中ラベルを FG130 シールに変えちゃってるというね、竹原ピストルさんの真似をしてなんちゃってギターです。いけるかな？めっちゃチューニングが狂ってる。気温とかがすごい変わったからかな、湿度とか。もうあの弦練習終わったら緩めるとかそんなこともしてないんでね、切れるかもしれない、張ってると親指がつるっていう。仕事がきついのよ、手を使うのが。あとは力と、そう、マイナンバーカードをなんかちゃんとしなきゃと思ったのは、年金のことを調べたらなんかそこに至ってしまったんですよね。自分の年金ってどういうことになってるのっていうのを。G A D G でシャーシャラララララララっていう、なんかあのなんだろう、あれ何なんでしょうね。あれハーモニカでできたらいいですよね。私生まれも育ちも葛飾柴又です、帝釈天で産湯を使い、姓は車、名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。全然違う雰囲気。
が傷んじゃお嫁にゃいけぬ、分かっちゃいるんだ妹よ。いつかお前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて奮闘努力の甲斐もなく、今日も涙の今日も涙の日が落ちる、日が落ちる。胸のあるやつはいつかはハチスの花と咲く、意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ兄さんは。目方で男が売れるならこんな苦労も、こんな苦労もかけまいに、かけまいに。男というものつらいもの、顔で笑って西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんかお姉さんに、お兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。以後見苦しき年代お見知りおかれまして、強行万端引き立ってよろしくお頼み申します。なんか全然どうなのかね、これからまとめなきゃいけないですね。どうやって弾き語るのかは、そういうことで今日は何のことはない、とりあえず配信するということで、頑張りました。結局寝不足なのよね。で疲れてるのね休みなんだからもうちょっとちゃんとね立て直さなきゃいかんのにね。だから今日早く寝る。でもロッキーは見る、ちゃんと栄養も取る、そして早く寝る。今8時42分頑張ります。そういうことで、これからね面白い動画、面白い動画っていうか、まあ私が生きてますっていう動画上げ続けていきます。ぜひぜひよろしくお願いします。アニソン祭りはできるかなっていうのがあるんですけど、ちょっと SNS でねこの3連休であのキャベツ1キロ食べながらアニソン祭りにしようかなとかってつぶやいたりとかしてるけど、なんかでもあのそう、要するに長尺動画なんですけどね、いろいろまあアニメについても語りながらだったりとかね、長尺動画撮りたい。あとちょっとあのハンディカムがね、あのまたなんかちゃんといろいろ設定を変えなきゃいけないなって、そんなことすらもね忙しくてやんなかったりするからね、頑張ります。ぜひぜひ、チャンネル登録お願いします。
今日はまた明日ということで、おやすみなさい。バイバーイ。